はい、皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画はこちら、レゴスーパーマリオキャラクターパック4です。はい、前回の動画を見てくれた方ならもうお分かりなんですけど、前回の動画で散々な目に遭いました。動画の最後に単品買いするか、トイザラスのクリアランスセールで1個300円で売ってるのでサーチして買うかで悩んだんですけど、今回はサーチして買いました。ちなみにまだ出てないのがメカクッパとハッチンです。今回はメカクッパとハッチンであろうというものを4つ買ってきました。もしこれでコンプリート出なかったらもう諦めます。では1個目開けます。前回の動画は散々な結果だったんで、今回でもうほんとコンプリートしたい。では1個目いきます。せーの、デッド。パタテンテンじゃん。嘘でしょ。ハッチンの台座パーツ、パタテンテンと一緒のパーツ使われてるので、まあそれっぽいパーツ一応探したんですけど、いや、ダブってしまいましたね。では2個目開けます。いただきます。せーの、デッド。ん、誰だ。お、これまさかハッチン、ハッチン、いや、ハッチンなのかこれ。おぉ、ハッチンだ。やったー、いや、よかったー。これは、サーチしてよかったー。はい、2個目でようやく、ハッチンが出ました。これで通算18個目ですね。いや、もう長かった、ほんと。では、3つ目開けます。多分これ絶対メカクッパだと思います。いただきます。せーの、Z。おぉ、やったー、ほらー、よっしゃー。あー、もうよかった。ほんと長かった、今回のキャラクターパック。はい、ということで、通算19個目で、レゴスーパーマリオキャラクターパック4をコンプリートしましたー。あー、もうサーチしてよかった。はい。はい、19個目でメカクッパが出ました。では、最後の4つ目開けます。もうこれ間違いなくメカクッパだと思います。せーの、デッド。ほら、メカクッパだ、やったー。今回サーチして買ったので、なんか嬉しいような、ちょっと悔しいような。はい、今回の結果はこのようになりました。出た順で、パタテンテン、ハッチン、メカクッパ、メカクッパでした。では今から、ハッチンとメカクッパを一気に組み立てます。はい、ということで、4つすべて組み立てました。僕個人的に今回メカクッパはちょっと難しそうかなって思ってたんですけど、意外と作りやすかったです。ハッチンについては造形自体がアリヘイとカキボウと似ていたので作りやすかったです。ではまずはこれから見ましょう。はい、こちらがメカクッパです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、今回キャラクターパックで珍しくテクニックパーツが使われています。そしてメカクッパの台座なんですけど、はい、こちらなんとプリントパーツが使われています。これはいつものキャラクターパックより結構豪華です。その代わりと言っちゃなんですけど、キャラクターパックの台座がちょっと低めになってます。はい、ではメカクッパを見ましょう。おー、もうこれはゲームそのまんまですね。口がこのように開いて、さらに顔がこのように動きます。足がテクニックのパーツになってますので、このようにぐるっと回転します。そしてネジの部分もこんな感じで動きます。今回のキャラクターパックの中でこのメカクッパが実は当たり枠だったりして小さいのにこんだけ稼働するって、このメカクッパすごい優秀ですね。はい、クッパジュニアとクッパジュニアクラウンと並べると、こんな感じでスマブラの下 B を再現することができます。実を言うと、僕メカクッパでどうしてもやりたかったのがこれです。スマブラでこの技結構使ってますので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、続いてはこちらのハッチンです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、ちょっと申し訳ないんですけど、僕ハッチンはゲームでは見たことがありません。おそらくマリオ U や 3D ワールドのキャラクターだと思います。今回の台座パーツはお菓子ステージとなってます。はい、ではハッチンを見ましょう。ハッチンのモチーフは蜂なので、蜂を彷彿とさせるカラーリングになってますね。ハッチンの口がこのようになってますので、これは蜂の尻尾を彷彿とさせますね。そしてハッチンの羽はこのように動きます。はい、それではレゴマリオとレゴルイージを使って音声確認いきましょう。まずはハッチンから鳴らします。ハッチンの音声はクリボーと一緒です。では続いてルイージいきましょう。では続いてはメカクッパいきましょう。どんな音声が出るのかがすごい楽しみ。ではいきます。メカクッパについてはノコノコと一緒ですね。それ以降は
ではルイージ行きましょう。2回目以降は、はい、こんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック4をすべてコンプリートしました。いやー、もうマジで長かったです。はい、4月に開けてからほぼ半年経ちました。これは今までのキャラクターパックの戦いにおいて一番長かったですね。まあその時期ちょっと色々あって動画撮るの結構遅れたんですけど、ようやくコンプリートすることができました。いやー、もうほんと長かったんですけど、やっぱ一番ひどかったのはドンケツとフリーザーが3つも出ちゃったところですね。まあ今回はサーチでコンプリートしましたので、まあちょっと嬉しいような悔しいようなちょっと複雑な気分ですね。これでようやく僕はレゴピーチを開けることができます。で、実は困ってることが一つあって、それは何なのかというと、今発売されているキャラクターパック5なんですけど、はい、こちらなんと過去型になりました。もうこれは完全に劣気としたサーチ対策ですね。で、さらに言うと値段も200円ほど値上がりしてます。おそらくこれ以降箱型になると思うんですけど、どうしようかな次から。一応僕の家にキャラクターパック5は3つありますので、とりあえず3つ開けて、まあ箱買いすればコンプリートは確実なので、まあ次からは箱買いしようかなと考えております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。